コウヘイ TV 始まるよ。皆さんこんばんは、コウヘイです。いつもご視聴ありがとうございます。本日の動画は 220K クラウン RS アドバンス後期の中古車の話になります。ご視聴よろしくお願いいたします。で、今日の動画はいつもと違ったような感じで話を進めさせてもらいます。で、皆さん最近 DM で 220K クラウン RS アドバンス後期の車をどっちを購入した方がいいのかっていうね、悩まれている方からDM をいただきました。で、私がね、ほんなこっちにすればいいんじゃねっていうのをなかなかね言えなかったので、今日動画にさせてもらいました。で、私よりも動画を見てくださってる視聴者さんの方がね、車に詳しい方がかなり多いなと思ったので、今日動画配信させてもらいました。で、今から2台のクラウンを見ていきますので、俺だったらこっち買うかなとか、あと中古車選びの時はこういうところを絶対見とった方がいいよっていうのを、もしよければですね、皆さんコメントいただけると幸いです。今日の動画のDM をくださった方もね、見てくれると思いますので、極力ですねコメントいただけるとありがたいです。はい、それではね、今から中古車2台を見ていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ行くぞ。はい、皆さん開きました、トヨタクラウンハイブリッドですね。で、 RS アドバンス後期モデルになります。はい、で、後で車写真とか見ていきますので、で、年式がまあ2021年度で、走行距離が約3万キロ走ってます。で、修復歴がなしの車で、排気量がまあ 2500cc と、で、車検が2026年の3月まで、で、車の色なんですけども、プレシャスブラックパールになってます。で、このお車はトヨタの認定中古車ですね。はい、で、支払い総額は471万円です。ちょっとね、下側行ってみますね。で、ここはさっき見ましたね、車両状態は飛ばしますね。はい、で、まあこのカタログ情報ももういりませんね、飛ばします。で、装備なんですけども、だいたい標準装備はついてますね。エアーバッグがついていて、おサンルーフが皆さんこのお車にはついております。で、ABS とかエアコンとかパワーウィンドウとか、もうこの辺はいいかな。はい、飛ばしますね。で、この装備なんですけども、カーナビの SD とか、テレビのフルセグとか、もうこの辺もあるか。で、本革シートです、このお車。で、ヘッドライトウォッシャーとか、うん、この辺もいいですかね。大体クラウンについてる装備はね、ついています。下側に行きます。で、運転支援がクルーズコントロールとレーンアシストが、まあ、ついてますね。はい。で、安全装備なんですけども、まあ、クリアランスソナーとか、オートマチックハイビームとか、もうこの辺もあれですね、もう飛ばします。で、車両の保証になるんですけど、保証がまあ12ヶ月と。で、走行無制限になってますね、このお車。はい。で、先ほども言わさせてもらったんですけども、トヨタの認定中古車です。で、整備付きです。下側に行きますね。車両検査の評価の紙があったので、ちょっと拡大してみます。で、発行日が令和6年の10月で。で、総合評価が良いになってます。傷、へこみが少なく、全体的に良いと。で、外装が C になってます。で、内装が A。で、修復歴がなしの車になってます。はい。で、外装シミありと書かれてます。はい。下側に行ってみます。で、これが車両本体価格のローンのあれですかね。月4万3300円と。なってますね。はい、上側に戻ってきました。はい、ちょっとね、画像をね見ていきますので、皆さん申し訳ないんですけども、ちょっと自分が車を買うような目でね見てください。よろしくお願いします。はい、これフロントデザインですね。まあ評価が4になってましたので、結構ね私個人的な意見になるんですけども、綺麗なお車だと思います。はい、で、見てきますね。フロントですね。うん、やっぱり年式がまだ新しいので、かなりね、この 220K クラウン綺麗ですね。サイドの写真もありました。はい、ちょっとね分かりにくいと思うんですけども、皆さん見てください。はい、で、後期型モデルはあれですね、ホイールのデザインが若干変わっていますね。はい、画像を見る限りではね、綺麗な感じがしますね。はい、内装の写真がありました。皆さん、後期型モデルなのでディスプレイが1個になってますね。で、ドリンクホルダーのカバーも廃止されてますね、なくなっていますね。
はい、まあ今それはどうでもいいか、皆さんちょっとね見てください。でこの写真ではね分かりにくいんですけどもね、このステアリングがまあどうなってるかですよね。私が乗ってる 220K クラウン RS アドバンス前期のステアリングは剥がれたと言いますかね、ちょっとなんか色が変わってきたので、この辺ちょっとチェックしてた方がいいかもしれませんね。はい、とナビですね、 12.3 インチなのでかなりでかいですね。でこの画像を見る限りではこのナビとかに傷がついてるような感じはしませんね。はい、次行きます。でサンルーフがついてますね。でこれはね実際私の友達が経験した話になるんですけども、サンルーフ雨漏りとかする場合がありますので、ちゃんとねこのパッキンと言いますか、そういうのがねへたってないかとか見てください。はい、お店の方に聞いた方がいいかもしれません。はい、この写真を見る限りではまあちょっとねこの辺若干白くなってますので劣化しているかなって感じはするんですけども、はい、でETC がついています。はい、ステアリング周りも傷とかはそこまではねついてなさそうですね。はい、皆さんどう思いますか。次いきます。で、この辺とかちょっとねよく見ますとこの辺ちょっと汚れといいますか、なんかね水滴みたいなのがついてるんですけども、こうパッと見ではわからないですね。で傷とかがついてるようには見えませんよね。はい、次いきます。はい、でミラーですけども飛び石とか食らったような感じはありませんね。でブラインドスポットモニターがねまあついています。スマートキーですね。で220K クラウンのスマートキーってこのクラウンの王冠エンブレムのこの辺ですかね、結構ね傷がついた時目立つんですけども、画像を見る感じでは傷とかついてないので、うん、綺麗ですね。はい、で2個ついてますね。はい、で、カードキーはついてないのかな、その辺がねちょっと気になりますね。はい、で、シートの写真が皆さんありました。まあ走行距離がまだ約3万キロのお車なので、3万キロぐらいだったらそこまでシートはへたらないと思います。はい、やっぱり本革シートっていいですね。この画像を見る限りではへたりとかもなさそうですし、傷もなさそうですね。で後席の写真もありました。で RS アドバンスの車なので、リアアームレストにはスイッチとかはついていません。でドリンクホルダーがついてますね。後席のシートもこうパッと見へたりもないですし、画像を見る限りでは綺麗だと思います。でトランクの写真がありました。でトランクって言ったら結構この辺とか物をね入れた時擦ったりとか傷がつくと思うんですけども、画像を見る限りでは傷がなさそうですね。はい、次行ってみますね。で工具ですね、工具のこの辺も綺麗ですね。はい、次行ってみます。でボンネットの中ですね、もうかなりホコリとかもついてないので綺麗ですね。私は素人なのでこれ見てあここあかんなっていうのがちょっとわからないんですけども、皆さんちょっとね見てください。はい、次いきます。タイヤとホイールの画像が出てきました。18インチの純正のホイールですね。でパッと見ですけどもホイールとかにガリ傷とかはなさそうですね。で書いてないのでガリ傷ありとか、多分綺麗なホイールなんでしょうね。はい、終わりました。はい、次の車見てみます。公平 TV。 はい、皆さん出てきました。年式は2021年で走行が1万キロですね。さっきの車より走ってませんね、この車で。修復歴がなしで排気量が 2500cc と車検整備付きですね。で黒色のお車ですね。はい、下側に行きます。皆さんが購入されるのであればどっちを買いますか。やっぱ講義型モデルはまだ高いので、ね、うかつにね、こっちの方がいいよとは言えないので、なかなか難しいですよね。で、皆さんはね、結構車乗り換えてると思いますので、中古車選びとかのね、ポイントとかもあったら、コメント書いてください。すいませんけども、よろしくお願いします。はい。で、走行距離がさっき言ったんですけども、1万キロで、修復歴がなしで、車検整備付きですね。下側行きますね。でも、この辺は飛ばしますね、基本仕様は。でカタログのここもいいですね、飛ばしますね。この車もサンルーフが装着されております。はい、なのであれですね、サンルーフ付きのお車が狙われてるんでしょうね。はい、で、下側に行きますね。でこの辺とかもだいたい一緒ですね。本革シートがこの車にもついていますね。はい、下側に行きます。で運転支援もさっきと一緒ですね。
で、安全装備がこういう風な、ね、感じです。で車両の保証なんですけども、この車もトヨタの認定中古車ですので、ちゃんとね保証がついてますね。保証がまあ12ヶ月と、で走行、無制限と書かれてます。はい、で下側に行きます。車両の証明書があったので見ていきます。発行日が令和6年の9月8日になってます。でこちらの車も走行評価が4になってますね。で傷へこみがまあ少なく全体的にまあ良いと。で外装が C と、で内装が B になってますね。で修復歴がなしと。でこちらの車は外装薄い線傷ありと書かれてますね。で外装にシミがありと、でコンソールにちょっと傷があると。はい、結構ね書かれてますね。でさっきの車はねそこまで書かれてなかったんですけども、皆さん見えますでしょうか。お手数をおかけするんですけども、ちょっとね見てください。でまあ総合評価がこのお車4になっております。戻ります。でローンの場合がまあ月、まあ7万2700円ですね。はい、上側に行きます。 RS アドバンス後期の車も見ていきますので、皆さんお手数をおかけするんですけども、ちょっとね真剣に見てください。お願いします。こうパッと見ではまあ画像なので分かりにくいと思うんですけども、綺麗そうですよね。でサイドに行きます。はい、サイドとかもそこまでねベコッとへこんだような感じもないので、綺麗な状態だと個人的には思います。はい、次行きます。でリアのテールランプとかもね、でかい飛び石が食らったような感じはないですよね。黒光りしていて、まあ綺麗だと思います。はい、内装に行きます。で先ほども言わさせてもらったんですけども、このお車もねサンルーフが装着されております。でこのサンルーフとかこの辺とかもねまあ傷があるようには見えませんよね。はい、次行きます。で後期型なので、まあ、ディスプレイは1個になってますね。でディスプレイとかもこう見る限りではこうねバッと傷が入ったような感じがないですし、この辺ねムラがあるような感じもしないので、綺麗なね状態だと思いますね。はい、次行きます。で ETC ですね。はい、この辺ね若干ねホコリとかがあるんですけども、傷とかはこのカード差し込むところのこの辺とかも傷ないですね。綺麗ですね。スイッチのねボタンがありました。スイッチのボタンって言ったらね結構爪とかが当たってこの辺ねボロボロになると思うんですけども、綺麗ですね。で色がね少し劣化したような感じもないですね。はい、次行きます。で、ステアリングの画像がありました。この辺とかもまあ、爪とかで傷がついたような感じではないですね。綺麗ですね。はい、でこの辺とかも綺麗ですね。まあホコリとかはねパパッと取れると思いますので、でこの辺とかもまあ押す時に爪とか当たって傷とかねまあ結構つくと思うんですけども、この辺とかも画像を見る感じでは綺麗ですね。はい、シートポジションのボタンとかも、傷がついてないですね。でここはちょっと気になったんですけども、これホコリですかね。でシートの画像が出てきましたね。へたってはパッと見なさそうですね。で色とかも、焼けてないですし綺麗だと思います。で鉱石のシートの画像が出てきました。はい、で一つ気になったんですけども、ここ皆さん見てください。ここはねちょっと若干のまあ汚れてると言いますか、ちょっとね擦れたような感じがしますので、ちょっとトヨタの方にね聞いてみてください。はい、比較的綺麗だと思います。はい、皆さんちょっとどう思いますか。もしよかったらコメントで教えてください。で、トランクですね。トランクの中も、かなり綺麗ですね。はい、で、次の写真ですね。ここも結構ね傷とかがつくと思うんですけども、この画像を見る限りでは傷はついてませんね。はい、アルミホイルです。ガリ傷とか書いてないので、綺麗だと思います。やっぱりねホイールとかでもまあ実際ね自分の目で車見た方がいいですよね。結構ね細かいところにガリ傷とかがありますので。はい、次行きます。はい、メーターですね。ね、メーターとかも結構拭いたりとかしてね細かい傷がつくんですけども、この画像を見る感じでは、まあ、傷は入ってなさそうですね。はい、次に行きます。でこういう風な感じで書かれてますね。
はい、次行きます。ボンネットの中なんですけども、こちらの車もあのホコリとか被ってないですし、まあ私は素人なのでこの辺見てもよくあのわからないんですけども、まああの比較的綺麗だと思います。で、ヘッドライトですね、まだこの車新しいのであの黄ばみとかもないですし、傷とかもパッと見ないですね。次行きます。で、テールランプとかも傷ないですね。はい、綺麗だと思います。こう見る限りではこの辺のボディとかもね、飛び石食らってなさそうなので綺麗ですね。はい、でタイヤの写真が出てきましたね。で、私はねそこまでタイヤを見てもね、あ、これもわかんやろとかわからないんですけど、皆さんどうですかね、タイヤひびとか。ちょっとね、もしわかる方がいたらコメントください、お願いします。次行きます。はい、でこの辺とかもね、やっぱりあの爪が当たってしまって結構傷がつくと思うんですけども、この画像を見る限りでは綺麗ですね。はい、 RS アドバンスなのでね、あのカーボン調のパネルがねついてますね。パワーシートのスイッチですね。この辺は綺麗なんですけども、ちょっと皆さんここ見てください。どうしてもね、あの靴とかが当たってしまって、ここね結構あの傷があのつきますよね。はい、ちょっとねここがあのまああの傷かな、これ汚れだったらいいんですけども、まあ傷がついてますね。でシートとかもこう見ると全然あのへたってないような感じがしますよね。うん、綺麗でしょうね。で、このミラーのスイッチなんですけど、この辺とかも傷がついてないので、うん、綺麗そうですね。はい、スマートキーの画像が出てきました。もうスマートキーはね、あのポケットの中に入れてたりとかしたら擦れるので、まあ、傷はつくのは仕方ないんですけども、ちょっとねこのスマートキーこの辺にねあの傷がついてますね。はい、まあ皆さん気にされないですかね、あのスマートキーの傷とかは。私はね結構あの気になるんですけども。はい、次いきます。こう見る限りでは全体的に綺麗ですよね。このステアリングとかも、うん、テカリもないですし、こうねなんか綺麗な感じがしますね。この、ディスプレイもね傷がついたような感じはないですね。んー、でもいいですね、やっぱり後期型モデルのクラウン。うわー、俺失敗したかな、後期型の方が良かったかもしれないなってね最近思っております。うん、やっべ、やっちまったかもしれないな。はい、でこの辺とかも傷がないですね。なんかおしゃれだな本当に、後期型。はい、でシフトノブのこの握り手のところとかも傷がなさそうですね。この辺とかも問題なさそうですね。カーボン調のパネルとかも傷はなさそうですね。でシフトノブとかも、うん、問題なさそうですね。でドリンクホルダーのここメッキが採用されてるんですけども、ここのメッキとか傷ついてるのかな、ちょっとねわからないですね。はい、次行ってみますね。でこれパカーッと開けるとあのライトも光ってますし、この辺はあの大丈夫そうですね。はい、公平 TV 皆さんお疲れ様でした。でこれあの初めに見たあのクラウンです。あのくどいんですけども、まあ、年式が2021年で、そこが 26,000 と修復歴なしの車で、支払い総額は471万円で、評価があの4でした。でサンルーフとかもついてます。で、先ほど見たクラウンがあのこちらです。年式が2021年で、走行が1万キロと修復歴がなし、車検整備付きで、支払い総額は479万円です。はい、皆さんだったら、うん、どっちを購入されますか。まああのね、この動画だけだったら分かりにくいとは思うんですけども、あとあの実際にねクラウン乗られてる方ではなくてもいいんですけども、あの今まで車をね乗ってきて、あの中古車買うときはここ注意した方がいいよとか、まあそういったねあのアドバイスのコメントとかもあの書いてもらえると助かります。皆さんどうかね、あの力を貸してください、よろしくお願いいたします。はい、ちょっとね長々といろいろと喋ってしまいました。で、今日の動画はあのこの辺で締めたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。小平でした。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。最後までご視聴ありがとうございました。